パリ五輪での結果を受けて、日本の柔道界で禁断の外国人コーチ入閣論が飛び出している。今大会の金メダルは東京五輪の急行を大きく下回り、男女合わせて3個と激減。疑惑の判定が注目を集めるなど、大会を通じて競技性の変化も明るみに出た。パリ五輪後に再び変更されるルールに対応するためにも、 柔道関係者は日本代表初の外国人コーチ昌平を提言した。写真、混合団体戦決勝では、疑惑のルーレットが登場パリでの戦いを終えた日本代表は6日、羽田空港に帰国。男子66キロ級で連覇を果たした安倍一文パーク24は、金メダルを日本に持ち帰ることができてよかった。3連覇を目指して頑張りたいと決意を新たにした。 今大会は男子81キロ級の長瀬隆則、旭化成、も連覇を達成。女子は48キロ級の角田夏美、SBC 湘南美容クリニックが金メダルに輝いた。その一方で、団体戦は決勝でフランスに敗れて銀メダル。金メダルの総数は前回大会を大きく下回る3個に終わった。男子の鈴木啓司監督、44。 東京五輪後から監督に就任して本当に苦しい3年間だったと振り返る。今週に任期満了で退任する女子の増地克幸監督、53も厳しい結果になったと現実を受け止めた。今大会の柔道は不可解判定などでも話題となった。男子60キロ級準々決勝で長山隆樹、SBC 湘南美容クリニックが、待て、 がかかった後に締め落とされて一本負け。団体戦で3対3で迎えた代表戦は、デジタルルーレットによる抽選で90キロ超級に決定。男子100キロ超級で金メダルを獲得したテリー・リネールと斉藤立・ジェスグループの対戦が決まり、SNS などでは疑惑のルーレットと不満が爆発した。柔道から、柔道、競技性の変化が進む現状を受けて、 全日本柔道連盟の関係者は、五輪後は4年に一度ルールを大きく見直して解釈が変わってくる。結果が出ていない中でどう改革するか。外国人コーチを入れてみたり、コーチングスタッフを見直してもいいと思う。今までは寝技とかを単発的に外国人の指導者に聞きに行くことはあっても、代表コーチ就任の前例はなかったと指摘した。 過去には1980年モスクワ五輪金メダルのエツヨガンバ氏、イタリアが2008年北京五輪でメダルなしだったロシア代表のヘッドコーチに就任。次のロンドン五輪でチームに3つの金メダルをもたらした。同関係者はイタリアのガンバがロシアのコーチに就任して一気に結果を出した。監督は日本人のままでも、 ジュニアも含めて外国人コーチを入れてみたり画期的なことをやってもいいのではと提言した。4年後のロサンゼルス五輪に向けて日本は受動家への対応力が求められることになりそうだ。